アメリカンタブロイドは、ジェームズ・エルロイが1995年に発表した小説で、アンダーワールド・ USA 三部作の第一作にあたる。1958年11月12日以降、5年間にわたるアメリカ現代史を緻密になぞる構成になっている。物語の主要な局面は3人の悪徳な政府、関係者たちによって迎えられ、3人はそれぞれ別の形で、 ケネディ大統領暗殺事件に深く関わっていく。FBI 捜査官ケンパー・ボイドは、当時の FBI 長官であるジョン・エドガー・フーバーの命を受け、フーバーの天敵であったジョン・ F ・ケネディ上院議員とその弟、ロバート・ケネディの元に潜入する。その頃、ボイドの友人であり元パートナーでもある FBI 局員、ウォード・リテルは、社会主義者たちの監視任務についていた。 また元ロサンゼルスの保安官補であったピート・ボンディューランドは現在は億万長者であるハワード・ヒューズのボディーガードとして働き CIA が極秘のうちに進めていたキューバ・カストロ政権の打倒に関わることになるピックスワン侵攻作戦が失敗に終わった後3人の男たちはケネディアン殺の陰謀に突き進む他に登場する実在人物としてはサムジアイカーナ カルロス・マルセロ、ジャック・ルビー、ジョセフ・ピー・ケネディ、ガイバニスター、ピーター・ロー・フォード、フランク・シナトラ、エヴァ・ガードナー、ジミー・ホッファが挙げられる。続編は、アメリカン・デ・ストリップ、アンダー・ワールド・ USA。ありがとうございます。